こんにちは、ゆうです。バズドラのお時間です。ちょっと動画お久しぶりですかね。はい、無課金、今日は無課金サブサーバーか闇属性縛り長老やっていきたいと思います。はい、今日やっていきたいのはですね、はい、タイトルとさ、もうタイトル最近なんかね、煮詰まって瞑想してるからわけわからんタイトルつけてるんですけど、はい、こちらですね、いやこっち見せろって、はい、魔法石6個ストリートファイターコラボガチャをちょっと引いていきたいなと思ってます。はい、長老ね、もう引きたくてうずうずしてたんですよね。もうワクワクみたいな感じでね。はい、でモンスター交換所ね、あの先お見せすると、あの闇属性の、はい、見事に何も交換できへんみたいなね。はいはいはい、もうあれでしょ、あれでしょ、今でしょじゃないけど、地引きするしかないんですよね。でしかもあのごめんなさい、ちょっと待って。ベガとゴーキって結構ね、ほんま闇属性でちょっとキープしときたいような性能してるんですよね。はい、だからちょっと引いていきたいと思います。はい、まずはあの無料から引いていきたいと思います。はい、開催記念ストリートファイターコラボ、今何曜日、今日何曜日、はい、もう木曜日ですね、今日撮影時点。はい、もう何日待ったか。はい、それでは、はい、開催。芝居の丸はね、ここからね、大芝居の丸って言ってもうた。はい、芝居の丸はここからダイヤ出たんで、エドモンド・ホンダ。はい、エドモンド・ホンダですね。知ってます？ふんふんふんってやるやつ。はい、でもね、このアカウントではね、なんで今鼻押さえながら弾いたんや。武器にならんか。はースーパー頭突きね。はい、スーパー頭突き。はい、エドモンド・ホンダはまだギリ知ってるんですよね。はい、ちょ、星6確定ガチャ後で引こうか。ちょ、ドット挟もう。はい。ちょっと待って。あら、結構空振るんですよね、最近。なんかね、僕その PC のトラックパッドっていうね、ここでこうするやつをね、はい、触るんですけど、結構。それと、それでね、なんか、指紋が取れてるんか、あんま反応してくれなくて、最近 iPhone がね。はい。何が出た今。ちょっと後で見返しておきます。編集の時。はい。はい。多分金。あ、大概、長老の方がヨガファイヤーするときは、じゃヨガファイヤーするときじゃなくて、神引きね、するケース多いんですけどね。それではクリア報酬ね、星6確定ガチャ引いていきたいと思います。ここでね、ベガーかね。はい。豪気出てくれたらありがたいんですけどね。まあそうはいかんわな。これジェイミーやって、ジェイミー原作版、原画版か、原作版か。はいはい、高速ルーレットね。これ芝居なんで欲しいよね、普通に。なんでこの闇で縛っちゃったんやろね。はい、まあガチャドラさんのおかげでちょっと助かってる部分はあるんですけどね。はい、あと連日のガチャ動画で申し訳ないですけど、ちょっとね、今日時間なくてね、結構最近立て込んでまして、で、購入力は無料配布分143個と、はい。143。あ、違う違う、123と並んでたか。全然ちゃうわ。はい。それだね。はい。引いていきたいと思います。石使ってね。はい。はい。まぁ、あ、ちょっとね、ゆっくり喋りたいんでね、はい。ちょっと5回連続は、ね、ちょっとお見送りさせていただきます。はい。お見送り。あかんわ。ちょっと全然喋れてへん。おバイソン、面白かった。バイソン。バイソンになってるね。ちょっと、名前合ってるか、ちょっと。敵一体に攻撃力8000倍の闇属性攻撃でしょ？これ。あ、じゃ武器にならへんのか。あ、でもこれも強いよね。けど、僕ね、なんかパズドラのね、キャラに、なんかちょっとドットキャラをちょっと入れるのに、ちょっと若干抵抗があって、はい。ちょっとそこは、なんかね、謎のこだわりがあるんですよね。はい、はい、はい。で、ね、コミュニティにも貼らせていただいたんですけど、X アカウントをフォローしてくださっている方は、ご存知かと思うんですけど、もう盛大にね、まあ、ブログにね、はい、お気持ち表明させていただきました。はい。よろしければね、コミュニティ、はい、X、どっちも貼ってあるんで、はい、読んでくださると、はい、ありがたいです。そちらにね、僕のちょっとね、ありのままのこととか、なんかちょっと思ってること、を書かせていただいて、チュンリーか。チュンリーの武器どうなったっけ？なんか確か強かったぞ。あー、水ドロップ入るやつか。強化ドロップ。はいはいはい。
水ドロップと強化ドロップか。ああ、全然ええやん。全然ええやん。あそこにスキブついてたらよかったよね。はい、それだ。もうちょっと。もうちょっと引っこうか。はい。85個ぐらい残しときたいな。てか、ちょっとベガかゴーキどっちか出るまでは引きたいんよね。これラーメンマンみたいな方、どなたなんやろ。ダン。ダン。小野寺ダンですね。はい。ダン君ですね。あれ、ごめんなさい。また阪神派、阪神ファンネタ、ちょっともうね、阪神がね、強すぎてね、最近ちょっと機嫌いいんですよね、はい。お世界、ちょ、待てや、ほんま、こっちで出るんかいな、ほんま。あざすー。まあ、一応ね、その闇属性で縛ってるから、ちょっと武器は OK って、ちょっと、武器にならんのかい。そこ、奇世界やと、せめて武器、なってくれーや。はい。何の話してたっけ？はいはい。で、ちょっと、ダイヤが見たいですよね、せめて。はい。85個ぐらい、ダン。小野寺ダン君のね、登場曲が、僕の大好きなね、ドラボンって言ってた。あ、ダイヤ出た。いや、出えへんね、下がって。とはちょっと出ちゃってるよね。でもサガットってあれ何でしたっけ、ガンホークラブのなんかの、ちょっとごめん喉かいた。はい、ね、ちょっともうこれにつけた間違いなしみたいな裏劣化への編成ありましたよね。はい、よし、もうちょっと引こうか。はいはい、よっ、いやー、バイソン。あ、でもこれね、結構、もしかしてちょっとこれ闇属性の成分を補給するのには、ちょうどええかもしれんな、ちょっとこれ、もしかしたら。はい。スキルレベル10か。結構持ってかれるな、スキルレベルじゃなくてスタミナ。はい。95個は魔法石の数や。はい。いや、ちょっと渋ない。ダン君出すぎやって、勝手にダン君って言ってるけど、はい。ドットダン。ドットダン。はい。どうしようかな。もう一回、もう一台やってるまで。はい。これで出ますわ。はい。あ、あかんわ。ちょ、これあれやんねー。これ25体ルールか20体ルールあったら結構ね、僕ガッツリ回してたんですけどね。こういうわけにもいかんでしょう。あ、でもダイヤ出てるか。ダイヤ出てるんやったら。よし、これで終わろうか。ソニックブーン。ちょっと一旦交換状見ていいですか。はい。ゴーキが、こういうのなんですよ、交換の弾。で、ベガが、いや、ちょっともうちょっとダイヤ欲しいね。もうちょっとダイヤ欲しいね。あと、せやな。もう次ダイヤ。もうワンダイヤぐらい。2連続で出るようであれば、ダイヤが途切れるまで引きます。はい。これはね、ノーカウントです。あ、そう。こいつ欲しかったんですよ。バルログ。熱お化け、7コンボ化け。はい。無効貫通。こういうの結構ね、もうほんまにね、ちょっと闇属性のちょっとこういうキャラとかめちゃくちゃね、補給しがいがありますよね、ほんまに。で、はい。何個残す言ってたっけ？次どうするまでって言ってたっけ？わからん。なんか、このままやったら、ザンギエフ。覚えた。ゴリゴリマッチョマンですよね。ドットザンギエフ。ザンギエフもギリ覚えてるんじゃないかな、ほんまに。いやー、ちょっと僕整理してきまーす。はい、整理してきました。あと10個は開けてきちゃったんですけど、これ10回引いてまうな、多分。前か。いや、よくないわな。30個残そうか、30個残そう。おい。せめて武器化してくれへんかな。ほんまにベガとかね、欲しいんですよ。せめてダイヤ。最高でもダイヤ。最低でもダイヤ。いや、ほんまね、本家の方はね、最高でも金、最低でも金やったっけ？金やねんけど、ただパズドラにおいて最高はダイヤなんよな。ほんま頼むわ。
いや、ちょ、あ、まあ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 、ちょっと、心の、ホットな、ちょっと、温かみがちょっと戻ったね。この、こうやってちょっと OK。OK な部分はある。すごい、スキルレベルな。6耐えたら花火ループできるんかな。ちょっと、もう、あれ、心のリミッターが、外れてきてますね。なんか、あ、バイソン、あ、ちょっとこういうのがあるからやめられないよな。ほんまになんかそうガチャってさ。あかんよね。あかんよね。これあかんとこだね。はい。さっ。これ誰が出た終わろう。キャミ。読めてるよね。読めてるよね。もう結構適当なこと言うからな、ほんま。あかん、ちょっとダイヤ出るまではちょっと引き下がれへんな、ちょっと。絶対に負けられない戦いがそこにある。こんな渋い。ちょ、もうダン出すぎやって、もう。だんだん心惹かれてくの余裕でダン足りてるからね、ほんま。わかる方にはわかるんですけどね、ほんまに。いやー。ちょ、待って。ブランカやったっけ？あ、OKOK。ブランカ覚えてるんですよ。なんやったっけ？ B 下でずっと。電気でビリビリビリって張ってるんですよね。はい、もう僕めちゃくちゃストリートファイターやってたんで、はい。ワン、ツーか。え、ちょっと待って、今3回って見えた。え、こんなにしなくなってる。あかん。おっしゃ、これやろ。チュンリー。それでは結果を見ていきましょう。ストーリーちゃうわ。はい。ストリートで、入れました。ストリートになったストリートなファイターたちが出てきましたね。はい。闇属性で言えば JP か、この前ね、KP って言ってたんだっけ、僕 IP って言ってたんだっけ。はい、ね。J らしいですね。ちょっと読めなかった、僕。闇がエドモンド。いや、エドモンド、ホンダ、水属性やろ。バイモン。バイソン。お前、名前間違った。早速。バイソンが3体。で、この、バルログ。バルログが2体で、え、闇属性ウッキウキでなんか、摂取できた気持ち、闇を摂取できた気持ちでいたけど、全然やわ。全然やわ。ちょっと交換帳見ていきますね。いや、チュンリー下がっただけで交換できるでしょ、これ。5体いるんか、ベガーは。で、ガイルは、いや、ガイル交換したか。ゴーキが、いや、ちょっときついな、でも、どっちもじねんなぁ。ごめんなさい。動画内でおかわりします。もう。あの2回だけでしょ。もうあの2回やったらもう引いても、そこにガチャがあるならホトトギスみたいな感じ。おし！なんや、そこは。いや、でもこれ、この流れ来てるんちゃう。では最後にね、波動拳、竜巻旋風脚ぐらいしかもう覚えてないんですよ。あと、エドモンの本田の。ああ、もう一個なかったよかったパターンや、これ。いや、引かんかったよかったなぁ。こういう時って大概引かんかったよかったよね。ダイヤで割っておけばよかったよね。はい。はい、そんな感じで、まあね、結果はまあね、金の、ダイヤのこと、小野寺ダン君ちゃん、ほんまちょっと阪神の、なんかもう、頭が脳内が支配されすぎてる。はい。それでは、今後は、もう、ダンで終わりましょうか。はい。お別れの挨拶に入らせていただきたいと思います。まあまあ、ストリートファイターガチャね。石、結構ね、もう、なんか引くガチャがね、なんか、ちょうどなくて、ちょっと全突破ぐらいしちゃったんですけど、結構、何の成果も得られませんでしたね、ほんまに。まあでも、豪気か、ベガ、交換できるということで、はい、ちょっとキープ、合気武器は最低でもキープしときたいんで、はい、ほんとまあそこら辺は唯一の救いかな。うん。はい、という感じでございます。はい、それではね、今回はこの辺でお開きにしたいと思います。見てくださった皆さん、ありがとうございました。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。お疲れ様でございました。皆さんもね、このつまらんざれ言をね、はい、よくぞお聞きくださいました。はい。もしよろしければチャンネル登録、あと概要欄にX って言わなあかんね、はい、X のフォローと文字をしてくださると嬉しいです、はい、X のフォローもしてくださると嬉しいです、もちろんチャンネル登録もしてくださると嬉しいですね、はい、それではね、お相手は今回は私、今回もですね、はい、お相手は私
言うでございました。あ、これ言うの忘れた。今日誕生日の方おめでとうございました。それではね、バイバイ。